悪魔。あ、この音は。タクマ、敵だ。この感じ、間違いねえ、眷属ってやつだ。クラ、みんな、扉から離れて。そうだ、確か、ここを、こうすれば。ミュウ、何やってるんだ、敵が来るぞ。待って、もう少しで。確か、あの時と変わってなければ、ここに。やっぱりあった。みんな、ここから脱出できるよ。やった、これで逃げられる。でもその前に、あいつらだけでも蹴散らさないと。逃げてる間に背後をつかれれば。やるしかない。みんな、一人にならないように気をつけて。協力し合えば必ず切り抜けられるわ。そうよ、みんなの力を一つにすればこんな状況だってなんとかなるわ。シジモン、僕の手を握って。わしにこんなことを言う資格がないのは分かっておる。じゃが、言わせてくれ。この世界を救ってくれ。お主らにとっては辛く厳しいだけの世界じゃろうが、それでもわしらにとっては故郷なんじゃ。じゃから頼む。シジモ、わかりました、任せてください。話し合いなんてできそうにないわね。タクマ君、もし危険だと判断したら彼女に立ち向かうわよ。いい？いや、きっと手はあるはずだ。
るぜ。強くなってみせる。ヤタガラモン、すべては整った。ここで俺さんと未完成の神。俺に任せておけ。したじゃないか。この世界を救ってみんなで元の世界に帰るんだって。このままじゃ君の大切な弟がハルが失われてしまうかもしれないんだぞ。
みゆきに声が届かなくなった。何が足りないんだ、何が。僕はただみゆきを救いたい。そして全員で元の世界に戻りたいのに。そうだ、僕は諦めない。絶対に諦めてなんかやるもんか。アグモン、力を貸してくれ。彼女、ミユキを取り戻せ。あの優しかったミユキを、彼女を助け出してみせる。彼女と、僕と、みんなと、何より僕らの世界のために。アグモン、悪魔の声も聞かせて、一緒に叫んで、もっと悪魔の声を。わかった、アグモン。来た。お腹の中から熱いものが、悪魔の熱い思いが全身に。すごい、今までにない大きな力が僕の中から溢れてくる。アグマンワープ進化。これで終わらせる。ウォーグレイモン。すごいぞアグモン。いや、ウォーグレイモン、これが僕らの新しい力。さあ、続けるぞタクマ。俺たちの声でみゆきを救い出すために。私が動く。べきか。Thank you.
俺に任せておけ。私が動く。戦うべきか。